はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。いやー、やってくれましたね、このみさん。本日はですね、KCGT 世界大会、決勝戦が2021年8月の28日土曜日に行われたんですが、ここのね大会が本当にやばくてですね、今コナミが大炎上しております。こちらの問題について、まとめてきたんでちょっとお話をしていこうかなと、思っております。これはもうね、 YouTuber としてねまとめておくしかないなと、思ったんですが、炎上事件をねまとめる前にまずはちょっと一言ね言っておきたいんですが、あちなみに KCGT 世界大会っていうのは遊戯王デュエルリンクスの、まあ、WCS に代わる世界大会のことで、これが、2021年8月28日土曜日に行われて、まあ、優勝者が決まったっていうね、そういう大会だったんですけども、選手の皆さん本当にお疲れ様でした。皆さんがね考えられたデッキ、そしてプレイング、本当に素晴らしかったと思っております。感動しました。でさらにね、解説のねコナミ佐々木さん、 MC 投げ本さん、並びに出演者の皆さん、本当に盛り上げていただきありがとうございました。では一体全体この素晴らしい大会の何が問題だったのか、こちらについてですね考えていきたい、まとめていきたい、そんな風に考えております。まずね、大前提なんですけども、遊戯王はね神ゲーなんですよ。超絶面白いゲームで、デュエルリンクスも面白い、非常に。だけどね、コナミさんのねシステムがマジでやばくて、遊戯王は神ゲーでもコナミはクソゲーって言われているあれですね。今回はツイッターでの情報とか、あと実際に自分で見た事実を、お伝えしていこうかなというふうに思っております。出展はYouTube なんで、一応リンクを概要欄に貼っておきます。でこっからはですね、10個の事件をまとめていきたいんですが、まずねリンクス決勝大会用にシステム作ったんですよ、リンクス運営が。これがね欠陥品でございまして、まず事件簿1、大会初戦から通信エラーが発生。初戦ですよ、初戦から通信エラーが発生しました。どうやら理解したの、そうだ、これがデュエルリンクスだ、これがデュエルリンクスクオリティ。ちなみにこの出演者の銀次郎さん、めちゃくちゃイケメンでしたね。はい、めちゃくちゃファンになりました。初戦からいきなり事件が発生して通信エラーがになってデュエルが済まないっていうことがまず事件1。そして事件簿2、正常にスキルが発動しない事件が多発しました。遊戯王デュエルリンクスというのはスキルが存在していて、そのスキルで戦っていくことが多いんですけども、進化した最強ドラゴンというスキル、 EX デッキに、まあ、ブルーアイズ系の融合モンスターが入れるというスキルなんですが、X デッキに融合モンスターが入りませんでした。進化しない最強ドラゴンということです。でそして、スキルレベル道場を使った後にエクシーズができない問題。レベル道場っていうのはライフポイントが減ると、レベルの1から4まで指定してモンスターのレベルをね、そのレベルにフィールド上のモンスターをそのレベルに合わせるよっていうスキルなんですけども、そのスキルを使った後にエクシーズができないと、エクシーズ、することを目的にこのスキル実装されてますんで、完全に、不具合です。レベル不動調と。で、セットデルタアクセル使用後、エクストラデッキにモンスターが追加されないという問題、ノーセットデルタアクセルシンクロと、いうことですね。まあつまりですね、何が言ったかというと、スキルがバグり散らかしてまして大混乱が起きました。遊戯王デュエルリンクスってかなりスキルが強いので、スキル結構重要なんですけども、これがバグり散らかしてまして遊戯王になっていないと、まあ、カードゲームになっていないと、まあ、そういう事件簿ですね。事件簿3、エラーが起きた試合は再戦と、いうことで、エラーが起きた試合は基本的に再戦を要求されました。で、カードゲームっていうのは、まあ、基本的にそのデッキ相性っていうのが存在しまして、まあ、どのデッキとどのデッキを戦った時に、まあ、先行後攻とかでも、まあ、有利不利が変わったりするんですよ。でこれは、大前提として相手のデッキが分かってるかどうかでプレイングってかなり変化するっていうのがありまして、再戦するって結構もう不公平なんですよね。再戦してる人と、まあ、再戦してない人と結構その不公平感が生まれますし、エラーが起きたのにさらに再戦要求される試合と再戦要求されない試合っていうのが発生したんですよ。要は価値革命面でこれ殴ったら勝ちなのにエラーで何負けてしまったみたいな人は勝ち、そのまま勝ちになるし、エラーが起きて負けちゃったっていう人はなんかそのスキルの都合かもしれないからってことで再戦要求されたりとか、その最低が不公平で理由も不明瞭っていう。だからその、まあ、運営がドタバタで多分その対応してるんで、事実まあ再戦しない人と再戦する人っていうのがいてね、エラーが起きていても、だからここで最低が不公平だったんですよ。これがね非常に、ね、問題視されておりました。で、まあちょっと1個言いたいのは、システムはね1回ねしっかりテストしてからね実装した方がいいかもしれないよ、コナミさん。システム1回テストしてしっかりとで動くかどうか、まあ、バグが起きるかどうかちょっと確認してから実装した方がいいかもしれないなというふうに私は思っております。で、事件簿4、配信カメラ、ぶっ壊れ事件。
これはですね、なんかヨーロッパの方の世界大会の配信で起きた出来事らしいんですけれども、コメンテーターの方のカメラがぶっ壊れたらしいですそんなことある、そんなことあるか。その後、一生なんかノーシグナルっていうなんか映像が出てフィニッシュした模様でございますねやばすぎ。これはちょっとあの聞いた情報なんでちょっと定かじゃないんですけども、まあこれはちょっと誰の責任かはよくわかりません。そのコメンテーターのカメラの問題なのかシステムの問題なのかよくわかりませんが、まあ、多分ねドンサルザントのせいということでいいと思います、はい。で事件簿5、事件簿5なんですが、デッキが違う事件、デッキが違う事件、選手がセットしたはずのデッキとは異なるデッキでデュエルを開始されてしまったという事件がありました。使用したさらにデッキが使用していない扱いになるっていう事件も発生したようで、まあ、要は、自分が使いたいデッキではないデッキを使わなければいけないと、その要はデッキをさどこに当てるかみたいなのも結構その戦略の幅として重要なんですけども、まあ、それがまあ自分の思った通りにできないっていうことですね。それからまあおまけとしてモンスターをセットしたらなんか攻撃表示で召喚されたっていう話もありましたなんかモンスターをセットしたはずなんだけどもモンスターが攻撃表示で出てくるってことですね。まあ、完全にシステムがダウンしております、これに関しては。うん。まずいね、これは。これが世界大会のクオリティ。どうやら理解してます。そうだ。これがデュエルリンクスだ。そして事件簿5。デュエルが一生観戦できない問題。システムエラーで決勝大会を視聴者が観戦不可能でございました。あのですね、ずっとじゃないですけども、結構の長い間、決勝大会ですよ。遊戯王デュエルリンクスの決勝大会。世界大会決勝大会ですからね。視聴者が観戦不能でした。はい。視聴者全員もちろん激高しまして、公式放送のコメント欄が大炎上してやばいことになりました。ここからは、いくつか、コメント欄で、秀逸だったコメントをご紹介しておきます。これがサシュービートかと噂のね、まあ、聖騎士あたりが出てきたというのをサシュービートと言われていましたけども、あこれがサシュービートかと言われていました。それからもう放送やめろと、それからサシュの下準備うまいね、おいデュエルしろよと、こういったコメントが散見されました。そして事件簿6、事件簿6は、4から5試合のトーナメントを8時間も配信しておりました。やばくないですか、長っ、8時間ですよ、4から5試合。あれ遊戯王デュエルリンクスってスピードデュエルじゃないんですか。僕スピードデュエルって聞きましたけどね、BO3 の、4から5試合の消耗時間8時間です。あ大体僕の放送だと大体 2,3 時間で終わりますね、それが8時間かかりましたと。1試合目の、結果が出るまでに、そもそも5時間を要しまして、だから、まあ、一応全部で5試合ある中だとしたら、1試合だけで8分の5使いましたね、はい。グッダグッダ選手たちが本当にね不憫でなりませんね、マジでかわいそうに思います。待ち時間はなんか出演者によるトークショーが、展開されました、まあまあ、間をつなぐっていう意味でね、まあ、もちろん出演者に罪はありません。出演者は頑張ってトークをつないでくれたんですごくありがたいと思ってます。ただそれを見に来たわけではありません、視聴者は。なので視聴者がまた激怒しましたお前らのトークを見に来たわけではないと、まあ、出演者が悪いわけではない、これはコナミのシステムがいけないんですけども、出演者のトークを見に来たわけではない視聴者がマジで激怒ということですね。で、プチ選手情報になるんですが、出場者の、東吉原選手、通称春選手なんですが、1回戦の間に正面を4回した模様です。はい。事件簿7、選手たちの集中力ガン切れ問題、まあ、もちろんね待機時間含め8時間ですから、ここ集中しろっていう方がおかしいですよ。まあ、もちろんね条件は一緒なんでみんな、とはいえやっぱり時間帯とかもありますから、時差とかね選手によって、まあ、その辺ねちょっと8時間っていうのはかなりね、なんだろうな、その選手ごとによってコンディションも変わってくると思うんですよ。連絡待ちの時間も長くて、やっぱモチベーション維持かなりね大変だったんじゃないかなと、まあ、そういうふうに 思ってます。で特にねブラジルのジータ選手、決勝戦まで、行かれた選手なんですが、ブラジルの方なのでね、日本時間で配信は14時から22時だったんですが、ブラジルで換算すると時差がありますんで、深夜2時から朝10時です。深夜2時から朝10時まで、デュエルをさせられたということでいやもうコンディション最悪でしょ、コンディション最悪、朝2時から朝10時ですよ。いや本当にねよく戦ってくれたなと思います。最後まで戦い抜くして本当にかっこよかったです。で、実験部8、実況解説者の安定感に差がありすぎ問題。コナミ佐々木さんが解説っていうね、役割をやってる時はものすごいね、なんだろうな、動画神なんで、神動画になるんですよ。
コナミ佐々木さんってすごい知識がやっぱりあの豊富で、 OCG、 もともと OCG の方なんでね、ものすごい知識が豊富で、さらにリンクスも結構ちゃんとやってらっしゃる方なんで、コナミ佐々木さんがいるときはなんかそのゲームの展開とか何が起きてるかとかすごい分かりやすいんですけども、あと長友さんの存在ね、長友さんっていう MC の存在も、長友さんも結構リンクスちゃんとやってらっしゃる方なんですごい神なんですけども、どうしてもねそれ以外の方が出る機会も多いので、他の出演者との、 あの間でクオリティで差が出るんですよ、動画として。これはね出演者が悪いわけじゃなくて、これはもっとキャスティングに問題がある。分かんない人にそのやれっていう方が悪いじゃないですか、分かんないんだから。だからあの世界大会はしっかり実況解説できる能力っていうのが必要なんですよ。必要な能力として、例えばカード知識、そして環境把握、プレイング、この辺ですね。なんかだからなんだろうな、ガチでやってるそのなんかリンクスの YouTuber の方とかにお願いしたらいいと思いますね。基本的になんかあのガチ勢系 YouTuber、 某ガチ勢系 YouTuber の方とか、あとそれから某あの 馬の名前系 YouTuber の方とか、ああいう方にあのお願いをしたらいいんじゃないでしょうか。ちなみにね、僕には到底できないと、思います。ぜひですね、好みさんその辺あのご一行いただければなと視聴者的には思っています。で、視聴者があの求めているのはこれらのクオリティでございまして、あのただ単にねリンクスをねかじってる程度でねできることじゃないんですよ、このなんか実況解説って。マジでガチでちゃんとやり込まないと、なんだろう、提供する動画としてのクオリティは上がんないんで、これでだから佐々木さんの有無で動画としてのクオリティに差が生まれるっていう点でもう問題点があります。まあ一生佐々木さん出てろっていう方が難しいですよ、もちろん人間ですから疲れますし、モチベーションクオリティなども維持するの難しいですから、だからある程度もうちょっといろんなそのちゃんと詳しい人で並べる必要があったと思いますね。で出演者にねもちろんさっき言ったように罪はありません。キャスティング時点でコナミさんが考慮するべき問題であると思います。で事件簿9、事件簿9なんですが、春選手の部屋暗すぎ問題、ゲンガー配置問題っていう問題が発生しまして、出場者の一人、春選手っていう、選手がいましてね、昔のねあの YouTube の実況者仲間でございまして、うちの、 あのメンバーシップのリオの幹部会ではね、あの春ちゃんをねあの全力で応援しているんですよ。まあ、ちなみにあのうちの幹部会では副所長をやってくださってるんですけども、彼の部屋、照明暗すぎて表情が読み取れない問題っていうのが、発生しました。もう暗すぎてどんな顔してるか全然わかんないっていうねこれに関しては、全面的に春が悪いです。で、ゲンが、任天堂商品が背後に映り込んでおりましたコナミゲームの、配信画面でゲンガーが映るっていうねヤバすぎる問題が発生してまして、後ろに分かりますね、このゲンガーさんが見守っているっていう、で後に、コナミさんからそれどけてもらえますかと言われたというね、そういう、後日談がありました。事件簿10、選手情報間違いすぎ問題。ですね、あの出場者の一人にあの春選手っていうねさっき言った春選手がいらっしゃるんですけれども、まずそもそも出身地東京って書いてあるんですが、出身本当に和歌山ですもう間違ってんですよねそもそも。で、受賞歴 WCS2019 世界3位、あのそもそも出ておりません。あのね適当に仕事しないでもらえます。あのちゃんとしっかりと、何の取材していただいてから、あのこういうね、データとか情報は作っていただきたいなというふうに思ってます。で、その他生放送であった秀逸なコメント、ご紹介していきます。幻のアーク5編、そろそろアーク5が、来るんですけれども、一応お知らせ上では、もしかしたらアーク5来る前に差し押するんじゃないかって言われてます。で、タイトル、トークショー にでもしとけやと、まあトークショーがずっと繰り広げられてましたんでね、世界大会かっこトークショーとということになってます。で、世界大会の裏でダブル配信とか言われてましたね、雑談はいいからアニメ流してくれ。なるほど、マスターデュエルのベータテスト始めろえなこは拷問と怒られるぞいやこれ本当あったんだよ、本当にあったんで一応ご紹介してるんですけど、マジで怒られるぞマジで。で、あのアプリ内でね謝罪文がね掲載されました。まあ一応ね謝罪文は掲載されたんですが、運営さんにはぜひね今回の件はね重く受け止めてほしいというふうに私は思っています。まあ本来であればプロデューサーが前に出てきて謝罪するレベルの事案だと思うんですよ。 YouTuber だったら謝罪動画作ってるレベルの事件だと思うんですよ。おそらくね、あのマスターデュエルのね開発にお熱なんだと思うんですよね。今ね現状デュエルリンクスの方からも多分おそらくシステム的なあの人員がそっちに割かれてるんでしょう。噂によるとでもマスターデュエルの開発プロデューサーがリンクスと同じらしいっていう話を聞いたんですよね。大丈夫ですか大丈夫です。まあおそらく、ガチで人手が足りないんだと思うんですけども、悲しかったです僕は。
まあ、僕はねこのゲームすごい楽しくやらしてもらってるんで、なんか最近ね本当運営の手抜き感っていうのがひしひしとなんか伝わってくるんですよ、ゲームから。めちゃくちゃ悲しいこれは、一ユーザーとしてね。僕は一応なんだろうな、ライトユーザーの代表みたいなことを自分で思ってるんで、一応どういう風に自分が思ったかっていうのはどんどん発信していこうと思ってるんですけども、めちゃくちゃ悲しかったです、はっきり言って。そのゲームに対するコナミさんのなんかなんだろうな、その取り組み方みたいなやつがこの事件で垣間見えた気がしたんで、めちゃくちゃ悲しいです今僕は。本当に悲しんでます。なんかそのネタ動画みたいな感じで僕やってますけど、一応エンタメチャンネルなんで、なんですけど内心めちゃくちゃ悲しんでますからね。はい、で、僕の思いなんですけども、僕は遊戯王は神ゲーだと思うんですよ。マジで面白い遊戯王っていうコンテンツが、なんだかんだリンクスも神ゲーだと思いますし、遊戯王っていうコンテンツが僕は本当に好きなんですよ。まあ、これからも新しいサービスがたくさん出てくると思いますし、まあ、これからも遊ばせてもらおうかなと思ってるんですが、やっぱりね今回はね伝えざるを得なかった悲しい事件だったと言っていいでしょう。マジで応援してます。マジで運営さん頑張ってください。本当に応援してるんで。それではまた次の動画でお会いしましょう。